どうも、ライオンです。さあ、本日はこちら、フロントミッションストラクチャーアーツのナムスカルを作りたいと思います。今回もまた切って組み立てるんだけどね、まあパチ組でやると思います。まあ塗装は後々って感じで。で、昨日作ったゼニスはね、もう塗装をちょっと始めていっています。はい。で、まあとりあえず開けていきましょうかね。はい、箱の中身は以上こんな感じになります。前回のねゼニスとほぼ同じっていうか、まあ大体似た感じですね。ランナー数は8枚、成形色も同じ、パーツ構成もねなんとなく同じなんじゃないかなと思います。この辺が手足で、胴体バックパックに関節パーツで、ハンドパーツに武器という風になってる感じですね。この武器なんですけども、やっぱりこうね、ナムスカル格闘ね、得意なパンツァーですから、いっぱいついてますけども、このナックル系の武器はね、握っている手も一体になってるんですけど、この剣のね、形したロッドなんかは握らせるタイプの武器になっています。はい。あとはそうですね、説明書も見ときましょうか。これも、そうですね、デニスとほぼ同じ感じかな。まず手を作って足作って、で胴体作って合体させて武器作ってみたいな感じですかね。はい。顔はなんか、正面に取り付けるパーツ3つから選べるみたいですね。はい。で、次の最新情報も同じですね。はい。前回のねゼニスの動画の方でたくさんのコメントありがとうございましたね。フロントミッション好きな人たくさんいるんだなと思ってね、嬉しく思っております。どんどんね、フロントミッションに関するような、書き込みとかね、自分はどのシリーズ好きとかね、自分はどのバンザーが好きとかね、このバンザーもプロモになんないかなとかね、あとは、やっぱ盛り上がるのは、やっぱりそれぞれいろんなシリーズでちょっとずつデザインが違うバンザーの、ね、で、またこのプラモデルも、ちょっとデザインが違うんですよ。ここはちょっと自分の思ってるのとはなとかね、なんかあの辺のね、話が盛り上がるんで、そんなね、一言二言言いたい人もね、どんどんね、この動画のコメント欄にね、書き込んでください。あと、それは恥ずかしいって方もですね、実は私も好きだよってこっそりね、いいねとか、チャンネル登録とかしていただいたらですね、あ、仲間が増えた。うん、フロントミッション好きな仲間がいっぱいいるんだと思ってね、楽しく、このシリーズがね、少しでも長続きにね、協力できるように応援していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それ置いといて、さっさと作りましょう。はい、完成いたしました。どうですかね。はい。かなりごっつくて、分厚くて、力強くて、かっこいい機体じゃないかなと思うんですけれども、はい。これ、塗布パーツがまた3種類で選べるんですけれども、デニスと違ってナムスカルは、頭部そっくり取り替えるんじゃなくて、後ろ半分は共通パーツで、正面のパーツを、3種類の中から選ぶっていう、そういう方式になっていました。はい。皆さんはそれぞれ、どのタイプのフェイスがお好みでしょうか。あとね、作ってて思ったことで言うと、挟み込みパーツの数が多い。いくつものパーツを挟み込んで閉じなきゃいけないっていう箇所が、足も腕も結構あって、そこで、4つ3つね、挟み込むんだけども、そこの間に挟まるパーツの角度がぴったりいい向きになっていないと、蓋が閉じられない、挟み込めないっていうので、かなり苦労しました。結構、そこを手こずりましたね。うん。あとは、そうね、小さなパーツっていうので言うと、ゼニスと比べれば、まだマシな方かなっていう感じでした。ただ、一番小さいのはこのライトのパーツなんですけども、ここぐらいですかね。ちょっと差し込みにくい角度で下からね、グイって刺すっていう感じで、手こずると本当に大変で、絶対にね、床に落とさないようにね、気を使ってやっておりました。この小さなパーツに手こずったりとか、あと、挟み込みパーツがね、うまくこう収まってくれてなくて、蓋ができないっていうみたいなね、苦しんでる様なんかは、YouTube ライブの方でこれ作ってるライブのね、アーカイブがありますんで、よかったら、苦しんでる様を楽しんでください。はい。武器は、この、
カテゴリー的にはロッドになるのかな。まあ、この剣のような武器を持たせてみました。まあ、格闘スタイルが得意なバンザーっていうイメージもありますんでね。まあ、他にもガトリング砲とかグレネードランチャーとかいろいろついてるんですけども、まあ、それは、ま、後々作っていこうかなと思います。はい。あとはまあ、腕とか肩とかバックパックにもこういったハードポイントなんかもあって、そこにいろんな武器を取り付けたりとかね、することができるようになっております。はい。あ、そうそう。これを見てる方に、もしね、情報をお持ちの方がいたらですね、教えていただきたいんですけども、このフロントミッションストラクチャーアートのシリーズ、単品での販売ってされてます?あ、されてるような、されてないような、Amazon ではね、セットのものしか売ってないんですよ。で、電気量販店さんでは、なんかその、単品で売ってるような感じのサイトに繋がったりとかするんですね。でもまあそこは売り切れってなってて見れないんですけども、1個2000円ぐらいの単品での販売されてるんですけども、お店とかでそういうの見たことあるって人いますかね。もしいたらですね、見たよっていうだけでも買ってなくてもね、情報お持ちだったら教えてください。そうね、セットだともう1個は結構頑張らなきゃななんだけど、単品で売ってるんだったらちょっと、もう一個欲しいなってのはあったりするんで、そういうのだったら買いやすいなと思ってるんでね。単品売り。確か2000円みたいな値段が、その、電気量販店さんの、その、通販みたいなやつではね、そう書いてあったんで、買えるのかなーなんて思ってます。はい。まあまあ、それは置いといて、もし情報持ちの方いたらね、コメント欄の方でお願いします。で、コメントといえば、ね、ぜひぜひ、ね、フロントミッション大好きな方、ね、ゲームはやってるけど、プラモまではね、ちょっとやんないなって方とか、あとは、まあ、ゲーム知らないけども、これはかっこいいじゃんって方とかね、もしいたらですね、よかったら、フロントミッション仲間として、この動画のね、コメント欄にいろいろと、交流ね、したいと思いますんで、コメント書き込んでやってください。はい。まあ、この後も、まあ、ボリューム2の買うつもりでいたりとか、でなくても、その、ボリューム1のね、あと、まだ2機作ってないやつありますし、それを作ったらそれも紹介したいですし、あとは塗装ね、何色でこいつは塗ったらいいかな。まあ、いろんな、こんな色で塗りましたっていうようなね、動画なんかも、後々ね、アップしていきたいと思っています。あとは、まあ、今回取り付けてない武器なんかもね、持たせてみたい様子とか、武器もね、塗りたいし、うん。ちなみにこいつは何色で塗ったもんですかね。まあ、ここにもあるように、まあ、グリーンとかね、そんなイメージもありますけども。ナムスカルって、そのシリーズまたいでいっぱい登場したっていうよりかは、後半の多分5かなに出てきたぐらいのやつなんで、その機種の進化だったりとか、いろんなことでちょっとデザインが変わったりとかで、自分の中のナムスカルこれだ感とかってね、あんまないやつなんで、何色でも、受け入れられそうな気が。ゼニスはね、黄色じゃねえだろって私が個人的なのがあったんでね、もう絶対塗ろうと思ったんですけど、こいつ出したら、このカラーでもいいんじゃないぐらいの。墨入れ艶消しでもありかなとかちょっと思ったりしていますけども、ね。皆さんだったら何色に塗るでしょうか?そんなのもね、よかったらコメントで書き込んでください。ではでは、今回はこんなところです。最後までお付き合いありがとうございました。ではでは、また会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあ、また会おうぜ。越えろ、地獄の使者。闇が空を覆う。